まずは立ち上がり山本由伸です。先頭バッター外崎をフォークでスイングアウトの三振。ツーアウト後3番 DH の森もフォークボール。上々の立ち上がりでしたね。うん、そうですね、はい。非常にフォークがいいところから落ちてますね。さあ2回ライオンズはランナー2塁に置いて、鈴木の打球はライトへ抜けて、中村本塁を狙うんですが、中川圭太バックホーム。これがタッチアウトになります。さあ2回の2倍のピッチング、ランナー宗を背負うんですが、頓宮三振でスタートを切った宗は盗塁失敗のタッチアウト、三振ゲッツ。4回です。先頭の源田が内側のカットボールをうまく逆方向。先頭バッターが出ました。続く森がカーブを捉えて打球右中間に伸びていきました。この打球がフェンスに当たるツーベースと、ランナー二塁三塁チャンス広がります。ワンアウトの後中村拓也バットの先だったんですが、これがセカンドゴロ。源田がホームに帰って1点を先制します。ライオンズその裏バファローズランナー置いて、3番の吉田正尚の打球はライトの右へ。若林がスライディングキャッチを試みるんですが、打球が抜けていきます。足立がホームに帰って同点。バッターランナー吉田は三塁へのスリーベース。その後ランナー三塁一塁となってバッターは宗、チェンジアップをセンターに運んで、これが犠牲フライ。2対1バファローズ勝ち越しに成功します。すぐさまバファローズもね、逆転に成功したんですよね。そうですね、ここはね、非常にいい攻撃でしたけどね、はい。7回、先頭の山川の打球、スリーツーからのストレートを完璧に捉えました。第36号、これで2対2同点。山本は結局7回、107球、失点に奪三振9でマウンドを降りています。さあ8回です、ツーアウトの後福田がヒットで出ました。続く足立もセカンドの横を抜けるヒット、これでランナーが三塁一塁とチャンスが広がります。まあ、ここ一つ山でしたね。そうですね、ここでインコースを攻めたバッテリー、吉田はセカンドゴロ。2球続けましたね、内側ね。いや、そうですね、強気でしたね、セブンバッテリーが。このチャンスで1本出ませんでした。そして9回もバファローズはツーアウトランナー二塁、今井続投でバッターマッカーシー144球目、スイングアウトの三振。ここで今井が吠えました。うん、気迫こもってましたね。2桁奪三振10個奪っています。そして10回の表、近藤から愛斗が左中間の真ん中を割っていきました。その後柘植が送ってランナー三塁ワンアウト、代打栗山というシーンです。ここで栗山は打ち上げて浅いレフトフライ。さあこれどうかなと思ったんですが、ここから相手がスタートを切ってホームが少し右方向にそれました。これがホームイン。3対2栗山の犠牲フライ。そして10回の裏、先頭バッター代打西野がヒットで出ます。さあ増田を攻めてランナー出すんですが、その後の代打野口がスイングアウトの三振、まっすぐでした。ツーアウトになって足立が引っ張ってサードゴロ、これで試合終了。3対2、この3連戦の初戦、まずはライオンズが取っています。